はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、はい、ナノブロックのディズニーランドキャッスルです。はい、こちらですね、先日エイシンくんが、幼稚園のイベントで、振り替え休日になった時にママとディズニーランド行ってきたんだよね、うん、その時にこれを買ってきてくれました、お土産に、うん、ありがとう、うんうん、ワンサポーナタイムじゃなくて残念だでしょ。あー、光るやつね。ワンサポーナタイムだったらでっかい箱で光るプレートもついてて、あー、そかそかそか、それはもう売り切れてたんでしょ。うん、うん、なくて、そう、しょうがないからこれを買ってきてくれたんだよね、うん、あとね、すごいでっかいナノブロックのシンデレラ城もあるみたいなんだけど、うん、それもね、相当前に出たやつだから売り切れちゃってるみたい、うん、ただこれは、今でも売ってるやつだね、うん、通常の、シンデレラ城、まあ、ディズニーランドキャッスルと出てるけどね、うん、でございますね、うん、箱の裏がですね、すごいシンプルで、価格はですね、2200円だったみたいですね、うん、Amazon とかでもこれ入手できるんですが、ちょっとね、これ高くなってますね。時期的なものもあるのかもしれないですけども、今現在だと3000円を超えてたと思います。でね、このディズニーランドキャッスルなんですけども、Amazon の評価を見るとですね、すっごい低いんです、うん、なんでかっていうと、これに似てないんじゃないかと、ちょっと再現されてなさすぎじゃないんですかっていうですね、ような、レビューがいっぱい出てたんですけど、それもですね、ちょっとね、検証していきたいと思いますね、うん、では早速ですね、これを作っていきたいと思います、うん、はい、ということで完成しました。こちらがナノブロックのディズニーランドキャッスルですね、シンデレラ城ですね、はい、こんな感じでした。思ったよりもですね、簡単に作れましたね、だいたいね50分ぐらい、50分、うん、50分弱で作れました。結構かかんなかったね、うん、他のね、同じサイズのこのナノブロック、これ雷門でしょ、これ1時間ぐらいでしょ、うん、こっちの熊本城も1時間ぐらいかかったんで、やっぱりね、こう見た感じわかると思うんですけど、パーツがね、少ないですね。パーツ少ない、うん、少ない、明らかに少ないですね、うん、で、やっぱりですね、Amazon で言われてるような、その似てないっていうのは、そこに理由があるんじゃないかなと、うん、これね、ギリギリまでもうちょっとね、いっぱい組んでてんこ盛りにすればもうちょっと近づけたんじゃないかなと思いますね、うん、で、出た、今からここに写真出しますけれども、うん、ディズニーランドの、シンデレラ城の手持ちの写真があんまなくて、うん、今見てる限りこれなんですけど、うん、まずこの上の部分、ここ、うん、ここ、うん、ここは金になってんだよね、ここね、うん、金になっ、それが黄色、そう、これが黄色になっちゃってるんだな、うん、そこはね、まあ、こういうところ、うん、まあ、金のね、ナノブロックないから黄色で仕方ないと思うんだけど、うん、まあ、この辺だよね、うんただ、こっちがこうちゃんと出てるのは似てるかなと。基本的な塔の作りはほぼ一緒、うん、ただもちろんそのディテールがね、全然しょぼい視覚でしか再現できないからね、しょうがないんだけど、うん、ただね、ここ一応ね、入り口があって、中ね、見通せるようになってるのは分かんないかな。ほら、これ分かるかな、ちょっとね、奥が見通せるようになってますね、裏側こうですね、うん、他の入り口こっちはあるけどね、うん、こんななってないよな、確か、うん、ディズニーランドってこんななってないよね。あ、ちょっと待って、これってさ、ツアーに行けるやつかも。あ、そうなのかな、うん、これツアーに行ける入り口だよ、うん、でも、根本的なところを言うと、地面は緑ではないね、うん、変わるよね川じゃないか、な、そうそう、目の前に川とかね、あったりするからね、うん、東京はね、うん、でもそこが違うかな、うん、だから、まあ似てないって言われちゃう、似てない、うん、時計ついてないし、そう、時計ついてないね、時計っぽいね、ブロックもさ、ついてればよかったんだよ。ステッカーとかね、貼ればいいんだよね、雷門はステッカーあるからさ、あ、そう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 、まあ、そういうところがね、貼ればいいんだよね、そう、そういうところの爪がちょっと甘いかなっていう感じかな、うん、まあ、ただ、これがディズニーランドのシンデレラ城かって言われたら、そうかもしんない、うん、作りはイマイチだけどね、作りはね、ほんとイマイチ、うん、
今回はですねちょっとナノゲージの横を走らせることはしませんけども、うん、また、ナノゲージの車体を買った時にですね、うん、これは条件の一部として使いたいと思います、うん、はい、ということで今回はナノブロックのディズニーランドキャッスル